唇がバテてしまうどうしたらいいという質問をいただきましたえー、まあオーボエっていう楽器がそもそもそういう楽器なんですよねあのオーボエはもうとにかく唇がきつい楽器なんですそれはもう初心者の時からもうその後どれだけねレベルが上に上がっていってもずーっと付きまとう難しさなんですよどのレベルにいってもあの曲を1曲通すのに唇がきついなって感じるのがまあオーボエのえー 特徴というかまあ難しさなんでですよでその原因っていうのはやはりその独特なそのリードの特徴から来るものなんですねそのリードがまず何しろとにかく発音体が小さいそして息が全然入らないなのでこうエネルギーを込めて音楽表現をしようとすることと息を一生懸命入れるっていうことが他の楽器やったら比例してるわけなんだけど応募はそれをすることができないわけですよね 入るキャパが限界があって入れようとしたんだけど入らなかった息っていうのが自分の体に跳ね返ってくる結果首や唇に負担がかかってきてこういう場所が疲れてくると全身が硬くなって疲れてしまうっていうのが大声の難しいところです。はい、でまずは何と言ってもやっぱりそのどの程度バテるのかっていうのとどのくらい吹いたらバテるのかっていうここがまず最初にあの考えなければいけないことなんですねあなたの質問に答えるのに。なんですけどえっと 例えばもう本当に吹いて数十秒とかあるいはその1分程度の旋律を吹き続けるだけでも唇があのもう持たないっていう場合はですねリリーードドがが悪いいいいと思まますすああななたにそのリードは合っていない可能性があります、はい、例えばそのやたら分厚いリードとかやたら硬いリードやたら開きの強いリードを使っていたら当然どんな人でも数十秒吹いてるだけでも唇が疲れてしまいます。 し、逆に軽すぎるリードも疲れちゃうんですね。軽すぎるリードっていうのは、えっと、ふっと優しく息を入れただけなのに音がビャーってなってしまうわけです。つまりそれってどういうことかというと、車に例えると、こう優しくアクセルを踏んだつもりなのにあまりに反応が良すぎて、ブーンってこう一発でこうあのアクセル全開みたいになって、あの一瞬で100キロ出ちゃうみたいなそういう車に乗ってるようなものなんですよね。 でそういうリードを吹く時もやっぱり軽いから楽そうに思えて実は今度はそういうリードの時は鳴らないようにならないように勝手に暴れたりしないようにっていうコントロールをするから結果的にやっぱり唇とか首とかあの腹筋とか腕とかが、えー、こわばっていってしまうんですねなのでとにかくリードが合ってなければ絶対に口はバテるこれはもうプロでも同じです、はい、でその次にじゃあ例えば別の場合、えー、そうだな 3分ぐらいの長いソロ曲を吹いている時に、えー、曲の最後の方でバテてきてしまうあるいは5分ぐらい練習している時に、えー、口がバテてきてしまうという場合にはですねつまり最初の12分は問題なくずっと継続できてるわけですよねだけどだんだん疲れてくると,ということはつまりリードには特別す,あの、えー、すごい大きな問題はないはずなんですよでじゃあ何かっていうと単純に練習量不足と 言えると思いますというか、えー、もっとその効率的な奏法というのを長い間大声をたくさん練習する中で自然と身につけるっていうことをこれからしていかなければいけないんだと思います。はい、というのもだからその本当にリードが悪かったら本当に1分もあのまともに満足に吹いていることができないはずなんです。だけど1分2分はずっということはリードは悪くない可能性が高い。 ととなるとやっぱりもっとその34分ずっと吹き続けるとか2時間3時間の練習を口がボロボロにならずに続けられるっていうのは単純にその練習量なんですよ努力量というか来る日も来る日も長期間練習し続けているかどうかっていうことが鍵になってきます。 そう、ボえのここまたもう一つ難しいところなんですけどその例えばそうボえっていうのはそれとにかく唇のこの周りの筋肉口輪筋っていうんですけどこの筋肉だけはもう本当に純粋に筋トレで鍛えていくしかないんですね、まあ、筋トレっていうのはそのオえを吹くっていう長い時間拭くっていうことなんですけど基礎練をやったりロングトーンをやったりとかするっていうことで何時間も毎日練習するっていうことで、えー、培っていくしかないんですねこここの後輪筋がないことには どんなにそのオーのねことを詳しくなったとしても、えー、23分以上吹き,こ吹き続けることは絶対に不可能なんですよだからオーボエの難しいところっていうのは日頃からずっと継続的に大声の練習をたあの続けていないとあっという間に23分も吹き続けられないようになってしまうってことなんですよこここが難しいところ なんですよね、ここがまあ言ってみればそのアマチュアの方がお仕事が忙しい中なんとか応募を吹くっていうことをやってもここが大きな壁になるんですよねとにかく毎日唇に負担がかかるようなきあの練習を継続しないことには覚えてってどっかでその、えっと、スタミナ面というかそのコントロール面っていうんですかでどっかでその成長が打ち止まりになってしまうわけなんですよそ,うそこはしょうがないあの事実として皆さんに知っていただく必要があるかなというふうに思います だからたくさん練習するしかない。まあ、音大生とかそのプロの人たちってまあ3大体そのちゃんと結果を出してる人は毎日ずっと1日34時間は練習してるんですよ。1日34時間を毎日続けるってめちゃくちゃすごい努力なんですよね。毎日1時間だってまあなかなかなんですけど毎日34時間やってますやっぱりあの本当に結果を出してる人たちっていうのはね。そうでだかららそのくいいやんないと 機能しないぐらい大声っていうのは、その、負担を、あの後輪筋を鍛えないといけない楽器なんですよ。そう。そんな中、だからアマチュアの人がなんとか、それでもその成長を続けていきたいと。よくよくはプロみたいに吹けるようになりたいみたいな。そういうふうに思うのであれば、毎日なんとかして唇に負担をかける練習をするしかないんですよね。音出しできる環境がなかなかなくても、例えばリードを加えるだけでも、なんかこう、違いますよね。そう。 とか楽器を持ってみるとかそう,そういうことだけだったら家で音を出さなくなんかまあ音をね人に迷惑にならない程度に音を出すだけであの5分ぐらいできるじゃないですかそうやってこうあの毎日続けるのが大事ですねそう唇,唇に関してはもう本当にそう。